会の関西軽音楽クラブオーケストラ、直人美穂です。どうぞよろしくお願いします。はい、そしてアシスタントは神戸が生んだ天然子、椎名司です。はい、最近唇の面積がおでこを超えているよと言われています。少し鏡を見ながら悩んでおります、椎名司です。はい、司会の美穂さんと2人で東京まで、元ブラーツの川口淳之介さんと、そのブラーツの前身バンドとなったザ・コーツの神谷さんたち直撃インタビューしてきました、原千尋です。よろしくお願いします。はい、という楽しいメンバーで、ザ・コーツのベーシストのキャプテン・ティンカベルこと亀山亀さんです。そして今 I don't care I don't care I don't care more Make me so high声も僕たちが生み出すこんなこの時間のいつもいつも色あせた夏いつも浮かれてた今宵風に吹かれてこの日いろんな色でいつまでもずっと輝き続けてたいやあっという間でしたね。視聴者の皆さんいかがでしたでしょうか。不思議ちゃんどうでしたか。いや結局私が太ったか太ってなかったか実はね何も分からなかったですよね。ではい、迷宮のメーター店コナンみたいな感じ。でも鳥に帰れるから大丈夫です。生まれ落ちた場所がここでなきゃよかった。勇気も何も持たず恥で眺めるだけ。もしも僕が声高に叫ぶ